辛坊治郎サンデーキッス。では辛坊さん行きます。8月25日日曜日、時刻は午後6時を回りました。辛坊治郎サンデーキッス、サンドクルーの辛坊治郎です。薄田ジュリアです。加納恵美子です。今週韓国から帰ってきましたよ。先週予告したようにですね、はい、日曜日の夕方の便で出て、で火曜日の夕方の便で帰ってきたんで、まあ、実質中1日って感じですけどね、うん、はい、で増田岡田の増田さんと一緒に、はい、読売テレビのね、天と夕方のローカルニュースの番組のスピンオフ番組で、うん、増田のニュースドライブ辛坊さんついてきてっていう番組がありまして、はい、これが9月14日に放送なんですけども、そのロケに行ってきたんですが、はい、うん、その現地での様子を、まあ、ツイッター辛坊の旅 N という妙なアカウントのツイッターありますけれども、それで上げたところ、うん、はい、一番驚いたのが、うん、薄田ジュリアちゃんが書き込みをしてくれていて、それでいわゆる少女像の前で、はい、ポスター持って立ってるおじさんがいたんだけど、はい、そのハングル何書いてあるかを、普通に訳してハングルできんの？私ハングルできるんです。なんで？どういうこと？フランス語できないのに。いや、それで私大学生入学した時に第二外国語を何か選択しないといけなくて、はいはい、ちょうど少女時代が来るタイミングだったんですよ。はあ、ブーム的にね、これは波に乗っからないとと思って先行したんです。第二外国語、韓国語を先行したんです、はあはあ、じゃあ母に、え、待って、なんでフランス語じゃないのってすっごいショックな顔されて俺自慢じゃないけど第二外国語フランス語だよ。あ、そうなんです。俺第二外国語フランス語で、うん、全ユー、オールユー、オールユー。だけど今安倍政最後まで言えないよ。私も実は第二外国語フランス語です。あらあら、はい、あら、でも何も読めないです今。え、今って一時期読めたのかよ。じゃあ3年生からでも母がすごい残念そうな顔してたので、単位と関係なくで先行しました。3年4年生と。あ、そうなんだ、はい、あ、なるほどね、うん、で今じゃあ韓国語とフランス語とどっちができる、はい、多分、あ、同じぐらいかもしれない。あ、同じぐらい、うん、じゃあかなり韓国語もできるってことだね。書いてることはなんとなく、まあなんとなくあれだけど、ハングルってさ、うん、表音文字じゃない、はい、それまあ、いわばさ、全部ひらがなとかカタカナで書いてあるようなもんだろ。そうです。それで意味ってパッと見た瞬間に分かる。日本文化だとやっぱ中国の漢字できてるから、漢字で書いてあると、あ、まあ、見た瞬間に何が書いてあるかって分かるけど、あれ全部日本で書いてある文章がカタカナひらがなだったら、見た瞬間に意味なんか分かんないだろう。あ、でもその一つのなんだろうな、結構一つの単語に対して意味はいろいろあるんですけれども、まあ、文脈でなんとなく分かるのと、あと結構ね、組み合わせ次第ですごく変わるんですよ言葉が。で、日本語と私はどこどこに何々をしに行きますとかも全部並びが一緒なので。いや、そうでしょ。だから、うんうん、いわゆる膠着語っていうのかな、言語学的に言うと。我々はそう習ったけど、うんうん、だから言語学の大きな括りで言うと、朝鮮半島の言葉と日本の言葉は、そう、世界の中でも割と珍しい。同じ主語が来て、うん、助詞が来て、うん、どうのこうのって、そういう形のだよね、うん、中国語なんかと全然違う。中国語なんかはむしろ英語に近いよね、うんうん、主語が来て動詞が来て目的語が来るっていう、そういう言語ですけども、しかも音も似てるんですよ結構、韓国語と日本語と。まあ、日本語由来の言葉も結構あるしね。まあ、そんなこんなで、いや、びっくりしたんですよ。私のね、ツイッターのアカウントに、はい、ジュリアちゃんが書き込みしてくれたということ自体で、わー、やったーって思って、なおかつそのハングルのポスターを読んで、そこにはこういうことが書いてありますっていうのを書き込んでくれてですね、はい、俺すごいね、ジュリアちゃんと思って、さすが夕方のニュースのキャスターやってるだけのことはあるよねみたいな、はい、辛坊さんに認められた、ありました、はいはい。お二人どんな1週間でした？そうですね、私は先週は、小野市、兵庫県小野市の小野祭りっていうところに行ってきて、はあ、そこよさこいがすごい有名なお祭りなんですよ。よさこいって四国じゃないの？ね、そういうイメージが。なんかその全国からよさこいチームが来て踊って、なんか競うみたいな感じなんですけど。それは何？ミスユニバース兵庫代表の関連イベント？あ、そうです、それで行ってきたんですけど、ええ、もう毎年すごいんですよ。なんか、まあ、兵庫県小野市って言ったら、まあ、兵庫県の上の方なんでローカルな お祭りをねイメージすると思うんですけど、うん、皆さん、ええ、もうステージの後ろから花火は上がるわ、照明はもうキラキラ、もうフェスのよ夏フェスのような感じで、ちょっと感動してきました。
あ、でアラジンの曲を使った作品を踊ってるところがあって、もううわーって思って、めちゃくちゃ感動して言葉で言い表せない。アラジンで擬音が多すぎでわかんねえだろ。ラジオアラジンの映画を、ね、ラジオ聞く皆さん、あのエニコちゃんはもう渾身の力を込めて 手をこうもうあのすごくこう感情豊かに表現してくれてるんだけど、ラジオじゃ全然わかんないだろそれ、ということで注目してくださる皆さんで、ちょっと気になった方はですね、YouTube の辛坊の旅というチャンネルを見ていただくと、はい、今もあの手を思いっきり振りましてレミコちゃんに見えると思いますが、ジュリアちゃんどんな週間？今週はもう高校野球でしょ。あ、私はずっと星稜応援してたんです。はい、あそう、あれ決勝戦で負けたよね確か。そうなんですよ、ちょっとすごくいい試合だったんですよ。見てました？見てました。ちょいちょい私4年間石川にいたので、うん、で星稜に高校野球のあの面白さを教えてもらったので、ええ、そっからも星稜のファンで、はあ、はい、あれだけど今回はあれ星稜もなんかピッチャー次々変えたりなんかしてあの来たよね。いや奥川投手でよ、ほぼ、まあ、あの他の方が投げる時もありましたけど、一時高校野球ってさ、もうとにかくエースが出てきたらもう最後までエース全部完投で投げ切るっていう、最近そういうのだんだん減ってきてるよね高校野球で。でも去年だったらあの秋田の方でしたっけ、農業高校なんか吉田康生投手がかなり、はいはい、吉田康生さんはね、最後まで投げ続けたんだけど、まあ、最近ねあれちょっと問題になって、やっぱちょっと高校生投げすぎじゃないの、潰れちゃうんじゃないのっていう話でね、球数制限しようとかね、それからまあまあ、そのあたり配慮で結構あの関東で連日また高校野球スケジュールが詰まってるから、まあちょっとね高校野球ってね俺まあ見ない一つの理由はですね、後ろにほら大きな新聞社がついてて、その新聞社がね女性だとか人権だとか普段言っていながらよ、今高校野球ぐらいなもんだ、女性完全に排除して、中学ぐらいまでの野球だったら普通に女性女の子も投げてたりなんかするのに、高校野球は完全排除だからね。しかもマネージャーもなんかもうだからあの中に入ることだからね、球場に入ること自体、あそこのなんだフィールドに立つこと自体ダメみたいな話で、それってさ高野連がまあ言うのはまあね、高野連ってそういう組織かもしれないけど、主催朝日新聞だったり毎日新聞だったりしてると、お前ら何考えてんだと、ね、一緒に主催だったらちょっとこれでいいのか、現状これでいいのか考えろよってもう毎年思うんだ俺。まあいいや、もう高校野球ファン敵に回すこともないな。ほなぼちぼち行こうか。そうですね、はい、それではなんでぼちぼち行くかというと、いつもは2時間なんですけど、今日は1時間なんでしょ。そうです、はい、ちょっとそのあたりの説明もしてください。はい、はい、それでは参りましょう。辛坊治郎サンデーキス、この番組は日曜の宵の口キス FM 神戸から辛坊さんと私たち2人が素敵な音楽やゲストとともにお届けする情報サプリメント番組です。明日からの1週間に必要なニュース解説、トレンド、エンタメ情報をたっぷりチャージ。今日は1時間の濃縮バージョン、この後午後7時までお付き合いください。ということなんですよ、1時間なんですね、はい、はい。だからとっとと行かないと、こんなにねオープニングでなかなか喋ってるんじゃないんだ確かに本当ですね、はい。それでは今日のオープニングナンバーです。山下達郎、さよなら夏の日。ジローズニュースピックアップ。このコーナーは辛坊さんや私たちが気になったニュースをピックアップ、独自の視点でニュースの本質を分かりやすく解説していきます。はいはい、今週は時間が短いんでとっとと行きたいと思いますが、はい、それにしてもお二人気になったニュースは、はい、えみこちゃん。そうですね、あのトランプ大統領が、はいはい、グリーンランドを、ね、買うみたいなことを言ってて、そんな簡単に買えるのって思って、まあさすがにデンマークも怒るよね、はい、大体グリーンランドがデンマーク領だったんだって改めて思ってくれたからね、はい、場所ずいぶん離れてるよなっていう、まああの、うん、昔の植民地主義の遺産みたいなところもありますけどね、はい、デンマーク、あグリーンランドは確かに独立国じゃないわな、まあ、グリーンあのデンマークの自治領ですけどね。でも地図見るとね、地球儀改めて見ると、はい、カナダに近いよね場所的には。カナダの上の方だよね、アメリカカナダの上の方だよね、はい、北極圏に入るんですね。北極、完全に北極圏ですよ、だからもうほとんどね一年中氷で閉ざされてるようなとこですよ、ほとんど北極ですからね。ちなみにお二人知ってると思いますが、南極大陸はありますが北極に大陸がないのは知ってますよね。はい、あそうですね、北極大陸なんて言わないですもんね、うん、だから南極大陸っていうのは南極の南極点っていうところをあの氷掘っていくと下地面ですけど、はい、あの北極点に立って下掘っていくと海だからね、あ北極点だから、あの、うん、冬は閉ざされて氷ができますけれども、はい、そうじゃなくて夏最近ほら地球温暖化でどんどん溶けるじゃないですか、そうすると北極圏航路ってあの
地球儀で見ると普通のこの平らな地図で見るとアメリカの北の方とヨーロッパの北の方とすっごい遠く離れてるけど、地球儀で見ると上ギュッとすぼまってるから、うん、もうだから北極圏が氷が溶けちゃうと船だったら一瞬だからね。あ、上通れば。ここはですね、私何年か前に読んで感動した本があるんですけど、あの最後のバイキングっていう本があってですね、はい、確かアムンゼンかな、アムンゼンってなんかほら南極行って死んだじゃない、違ったっけ、まあなんかそのアムンゼンがその前に北極圏を船で、そもそも今は上から見りゃ北極ってこういうもんだねってわかるけれども、うん、その飛行機がなかった時代って北極圏がどんな形で大陸があるかもないのかも、うん、それともその周りを上ぐるっと回って一周できるかも何もわからないわけですよ、うん、でその海で北の方に出かけていって、実は地球の上の方をぐるっと回って一周できるんだということを回ってってみないと分かんないっていうのを、うんうん、アムンゼンが出かけて行って何年もかけて一周回って、これをね辿る航海を私は生涯やってみたいと、人生の大きな目的なんです。そのために今の船があるんです。私の船はすごい北欧でできた船で、私が今持ってる船は北欧でできた船で、むっちゃ暖房きつく入るんですよ。もうあの暖房の前に置いておいたベッドが溶けるぐらい暖房きついんですけど、何のためかというと、北欧で将来的に南北極圏をぐるーっとアムンゼンの辿った航路を辿って北極圏一周しようというところの、そこの沿いにあるのがグリーンランドですから。はあ、今パッと聞くとトランプ大統領頭おかしいよねって、まあ、単純に言うとそういう話なんだけど、はい、でもアメリカの歴史とか世界の歴史見ると金出して土地買ったっていうのは普通にあるからね、うん、そうなんですか。だってアメリカの最後の州、アメリカ何州か知ってますね、50州、はい、アメリカの州の数とそれからアメリカの星条旗の星の数は一致してるのは分かってます ね、はい、ね、であれ50あるじゃないですか、あれ一つ州が増えるごとに配置考えるのすごい大変なんですよ、デザインするのに。で今のアメリカの星条旗ってああいうものが昔からあると思うじゃないですか。ところができた当時は13州だから、13州の頃にはアメリカの星条旗の星の数ってぐるぐるっと円に描いて13個星が並んでたんだけど、それから州の数が増えるたびにこう星の配列考えるわけですよ、で今50個きっちり並べようと思うとそう簡単じゃなくて、それもアメリカの最後の州って私が生まれた後に州になってますからね。どこですか？ハワイ州です。アメリカ50番目の州がハワイ州で1959年なんです。で実は同じ1959年の50番目がハワイ州なんだけど、その一つ前がアラスカ州なんです。でこの同じ1959年のはずですよ、アラスカ州ってやつは、知ってますか？ロシアから買ったんだよ、金で。え、お金で買ったんですか？お金で買ったんです、だからグリーンランドの話も、はい、パッと聞くと、はい、いやデンマークが金でアメリカに土地売らねえべっていう、はい、まあ、常識で言うとそうだよね。だけど常識で言うとそうなんだけど、はい、アメリカの歴史を解き起こすと実際にアメリカはロシアからアラスカ買ってんだよ。へえ、今100年ちょっと前ぐらいだと思いますけど、だけどその時買った時に今から考えりゃあれだけの広大な土地をアメリカはロシアから買って、それがまあ州になったのは1900だいぶ後、100年ぐらい後なんですけれども、うんうん、まあ、1950、私が生まれた後ですけれども、うん、でまあそのアメリカで買った当時、今から考えると、うん、よくそんなもん買えたよねって話なんだけど、買った当時は買った大統領がボロカス言われて、うん、なんだそんなでっかい冷蔵庫みたいなもん買ってって言って表現が面白い、アメリカ国内で叩かれたぐらいなんで、だからまあ高等無形化といえば、うん、少なくとも100年200年の歴史を遡るとそんなに荒唐無稽な話ではないけれども、現代においてそれもね、ギリシャとか一時のギリシャとかイタリアみたいにもう財政破綻寸前でもうお金がなくてどうしようもないっていうところなら、まあちょっと考えられるのかなって感じがするけど、デンマークってそういう感じじゃないからね。デンマークにちょっと前グリーンランド売れやって頭おかしいんじゃないのって話なんだけど、だけど過去の例から言うとないわけじゃないから、トランプ大統領としては多分本気だったじゃないの、うん、となるとこれを本気で言っちゃうようなおっさんと我々は付き合わなきゃいけないわけだから、これは偉いことになってきたなと不動産王の感覚なんでしょうね。あ、そうですよね、そうか、感覚で本気でグリーンランドをデンマークに売れって言っちゃうようなおっさんなんだっていう、なんかある種の俺今回それでゾッとしたよね。あれもうちょっとまともかと思ったら、これ全然まともじゃないよこのおっさん。
ということで言うと、今回あの韓国がジーソミア破棄みたいな話になった時に、通常のアメリカの常識で言ったら、いや東アジアの安全保障上そんなことありえないでしょっていう、アメリカがそれ許さずもないし、だけどトランプ大統領の感覚だったらこのおっさんちょっとやっぱりおかしいんで、普通のアメリカの伝統的な判断ができない人が今大統領になってるのかなっていう、実はそのジーソミア関連のその一つ前でこの話出てきた時に、あれやばいかもっていうのがなんか実感としてあったね、グリーンランド話は。いやまあ、あそうですか、エミコちゃんグリーンランドですか、行、はい、こうね今度ね、あの俺の船で、俺の船で連れてってあげる。北極の方ですよね。寒いよ。シンボさん行ったことあります？そっちの方は。北極は行ったことないけれども、はい、我々の世代は、はい、あのアラスカのアンカレッジっていうとこすごく馴染みがあるんですよ。へー。行ったことありません？最近もほとんどないでしょ。行ったことないですけど。というのはなんで馴染みがあるかというと、はい、昔はソ連の上空を飛行機飛べなかったのよ。はい、撃ち落とされたりなんかして、まあ、東西冷戦の最中に、だから日本からヨーロッパ行くときに地球儀で見ると一番近いのは、北極圏の上通っていくのが一番近いんですよ、ね、だけど北極圏の上通っていくのが一番近いけど旧ソ連領取らなきゃいけないから、旧ソ連の上は飛ばしてもらえないからって言って、アンカレッジに迂回するので、なおかつ昔の飛行機ってそんなに航続距離がなかったんで、途中で給油する必要があるって、だから日本からヨーロッパに北回りで行く飛行機って必ずアラスカにあるアンカレッジっていう、まあ、州と州の都に寄って、そこで給油をして、そこから北極圏を越えてヨーロッパに行くって、これが最短ルートだったんです。で今まあ東西冷戦が終わって、ソ連ロシアの上空もどんどん飛べるようになって、アンカレッジっていうアラスカのポジションがすごく下がってて、だから当時我々はヨーロッパ行くときに、北回りで行くときには必ずアラスカのアンカレッジ空港に寄ってから行ってた時代があって、でまあアラスカのアンカレッジっていうと、まあ北極圏っていうほど寒くはないんだけど、でも相当寒くて、はい、うまくいけばオーロラが見られるよねっていう地域だ。そうですよね。グリーンランドはそれより北だからね。それがですね、まあ、とんでもない。だから5万人ぐらいしか人口ないから、はい、5万人って枚方だって40万人いるんだよ。そう考えるとすごい少ないですね。そうで一応まあ自治領になってます。で独立運動もあります、はい、だからデンマーク領なんだけども、うん、だけど地元に住んでる人の感覚からすると、うん、まあまあ、民族的にはおそらく、まあ、イヌイットの皆さんとか、うん、要するに、まあ、狩りをしながらそれこそアザラシ飼って生活してますみたいな人が、特に北の方に上がると福建に近いところの海はそうだからね、漁業が盛んなんですか？盛んって言ったって人口5万人だからね。まあ確かにアザラシとか取ってんじゃないのかなと思いますけど、とにかくもうほとんど氷で覆われてるようなとこですから、寒いなんてところじゃないからね、もうほぼ北極だから、私の友人というか小中の同級生で、北極に行った人がいるんですよ。だから今度9月8日に実は来てもらおうと今思ってて。北極にいた人、はい、いいですね、話聞きたいですねそれ、はい、だからまたその時にね、意外とね南極ってねツアーがあるんですよ。南極にはアメリカの基地とかあって、そこに飛行場があるんで、はい、南極飛行機ツアーって結構あるんですよ。まあ海から行こうと思うと結構大変ですけども、うんうんうん、飛行機で行こうと思うと、はい、その米軍基地にある滑走路に降りれば、うん、結構普通の南極土産のキーホルダーとか売ってるらしいよ。でもあれなんか定期便というか、その常に飛んでるわけじゃないみたいですね。天候次第でこう飛べない日があるから、そうだ、あらかじめこうたっぷりと日程を取っとかないと。南極だってさ、夏は暖かいから、夏はまあまあいけるかもしれないけど、南極の冬なんかとんでもないからね。そりゃだってずっと夜だから、ほら。あ、そっか。まあ、そうそう、いいんですよグリーンランドの話は。ジュリアちゃん気になった今週のニュース、今週大きな出来事がありましたよね。先ほども話題が出ましたけれども、あ、ジーソミアですか。ジーソミアの破棄ですよ。ジーソミアですか、今回ね韓国行って停留が分かった。今まで、ね、なんとなくしか分かってなかったんだけど、はい、このジーソミア破棄に至る韓国および日本および北朝鮮、朝鮮半島全体の歴史で、ああこういうことなんだなってすっごい痛感したことがあったんですけど、これを喋ろうと思うとね3時間かかるんですけど、それギュギュッと濃縮バージョン、短縮バージョンで、濃縮バージョンでですか、はい。まあ、簡単に言うとですね、はい、一言で結論を言うならば、現在の韓国の文政権って完全に北朝鮮の浸透にやられちゃってるよねっていう、今回ジーソミア破棄するということで、誰が得するのかっていうのを単純に考えた時に、とにかくジーソミアに一番嫌がってたのは北朝鮮だから、はい、ね、でだからこれやめて一番得するのは北朝鮮なんですよ。北朝鮮以外誰も得しないっていう、別に日本と韓国との間で軍事情報の共有してて、
まあ、日本からするとちょっとやっぱ最近の文政権の感じから言うと韓国に情報を流した時にその韓国に流した情報が北朝鮮に流れてんじゃないのっていう疑いもあったんで、うん、でまたジーソミア自体が2016年だからまあ言うや3年前に戻っただけって話もあるんで、ただまあこの3年ぐらいの間にやっぱり北朝鮮のミサイル実験特に今年に入ってからまあ特に短距離の新型の弾道ミサイルバンバン打ち上げてるんで、うん、この弾道の軌跡だとか打ち上げの情報だとかっていうのはやっぱり共有することは軍事上は非常に重要なんだけども、うん、まあまあ今すぐに戦争状態になるわけでもないんで近々何か大きな影響があるかというとそんなに影響はないだろうけれども、うん、少なくとも確実に言えるのは今回ジーソミアを破棄して喜んでるのは北朝鮮と、うん、完全に北朝鮮の宣伝工作いやまあ対文政権工作の流れの上に韓国今完全に乗っちゃってるよねっていう、うん、だからまあ自由と民主主義という価値観を共有する、うん、あの東アジアの我々日本韓国アメリカっていうあたりまあアメリカはまあ東アジアじゃないけれども、まあ、一つの同盟関係の中で、うん戦後の歴史が動いてましたということにあの全く違う今ファクターがここで始まってるよねっていう感じがすごくしましたね今回改めて。でその源流が韓国に行って分かったのは、うん、1965年の、まあ、最近よく徴用工問題で話題になる日韓協約っていうところを結んだ時に当時北朝鮮が徹底的に反対した、うん、北朝鮮だけじゃなくて日本国内のメディアも日本国内のどちらかというと共産主義が好きな、学者さんとか、まあ、反米で親ソって言われる学者さんたちがたくさんいたんだけど、うん、その思想家たちの間の中でやっぱり日本当時韓国はあの戦前の日本のようなっていう言い方がよくされたんだけど当時1965年ってパクチョンキ政権っていうこの間パククネさんという人が大統領やってましたけど、はいはい、あの人のお父さんが、まあ、軍事政権で軍事独裁政権で戦前の日本のような国っていうのが日本の一般的な認識だった韓国はね。でそれに対して北朝鮮はあの共産主義でみんなが自由で平等な夢の国っていうのが当時における日本の北朝鮮観だったんですよ。ところが当時の自民党政権はその韓国を選んで、日韓の日韓条約を結んで国交回復をしたと、うん、で北朝鮮が取り残される形になるということに関して、うん、この日本と韓国の1965年の協定を徹底的に潰すっていう運動が当時日本で起きていて、うん、その時に朝鮮総連系の出版社が出した本の中で、朝鮮人強制連行の記録っていうその後大ベストセラーになる本があるんですが、これは北朝鮮の、まあ、出先機関の朝鮮総連の学者さんが書いた本で、中を今回改めてその韓国の専門家に見せられて読んだんですけど、内容的には要するに、今の韓国と日本とが国交を回復するなんか絶対に許さないと、うんうん、こういうことがあったのにこういうことの清算ができてないじゃないかっていうことを言いたいがためにできた、その本が出版されたのが1965年なんですよ、うん、だからね今の徴用工問題のルーツが実はこの辺にあるんだけど、要するに元々日本と韓国との間で国交回復は許さないっていうところから実は当時の徴用工問題っていうのがクローズアップされてくる、うん、それが今でもずっと引きずって結局その何十年経ってある意味一つの成果だよね、うん、北朝鮮にとったら、うんはい、北朝鮮の成果として日本と韓国の間の軍事情報を共有化するっていうのを韓国側から破棄っていう形で完全に北朝鮮主導で今この東アジアが展開してるよねっていう非常にシンボリックな出来事っていうのが韓国取材に行くとよく分かった。へ、はい、国民の間ではどうなんですか。なんかそれがもう象徴的なのがね、はい、あの慰安婦像の横で、うん、まさにあのジリアちゃんが何が書いてあるか教えてくれたあの民族服着たおっさん、うん、あのおっさん何者かというと、はい、共に民主党っていう文政権の与党の地方議員なん、はい、あそこで看板持って時間交代でどんどん入れ替わってるんだけど全員、まあ、あの共に民主党の地方議員議員さんやん、議員さんなんです。だから一般の人じゃないんだよ。だからもう韓国の国内の政治問題あれやってる人たちはだから来年の総選挙に向けてこの方が、まあ、今回のジーソミアの破棄なんかにも同じ文脈があるんだけど、ちょっともう今日その話する時間が全然なくてこの後のゲストが今日は特別ゲストを招きしてますから、うんはい、切り上げてですね、うん、来週も続いてるようだったら引き続きこの話をしようと思います、はい、また刻々伺ってください、ね、はい、はい、以上ジローズニュースピックアップでした。それではここで一曲お聴きください。ケン直子さんで夏を諦めて。
それではここで今週の素敵なゲストをご紹介します。来月1日から世界遺産清水寺でアート展を監修開催される小説家の原田マハさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いや、この番組ね、始まって以来の最高のゲストです。本当ですか。もうあのいきなり。ぶっちゃけ言いますとね、普段ここの番組出てくるゲストってね、あの読売テレビの結城豊弘とかね、服部あゆみさんとかね、元読売テレビのアナウンサーとかね、もう誰やねんそれっていう人たちが多いんですよ。塚田教授。原田マハさんといえばですよ、すっごいコアラファンの方いらっしゃいますよね。ありがとうございます。はい、あの私も神戸にすごくゆかりがあって、関西学院大学卒業なんですけど、ね、はあはあ、あのこの場所は私の青春のもうあの場所ですね。そうですか。このポートタワーの横ぐらいですか。ポートタワーの横はもうデートスポットで、あ、めちゃめちゃモテたでしょ。いやいや、それがデートする相手がいなくていつも一人で。いや、そんなことないと思います、はい、あのこっちでもこの港からこの六甲山を見る風景が大好きで、そのことを小説にも書きました。あのね、もうとにかく原田さんなんで来ていただけたかというと、それこそこの間来た結城豊弘ってやつが原田さんの大ファンで、はい、であのこの最新刊を出版された幻冬舎というところの幹部と知り合いで、うん、頼みますよ、一遍来てくれませんかねって結城がお願いに行って、で今日来ていただいたと。ありがとうございます。わざわざ東京からいらっしゃってんだよ。ありがとうございます。すげえだろ。いや、もう青春の神戸ですから、もうこれは素晴らしいです。すいません、噂の番組ですから本当に出させていただいてありがとうございます。来ていただけたのは、うん、来ていただけたのはその来月1日からの清水寺のイベントの、まあこれもうたっぷり宣伝していただきたいんですが、まあ、宣伝していただく前にですね、そもそも原田マハさんって何者っていう話を、はい、ではまず、プロフィールをご紹介させていただきます。1962年東京都生まれ、森美術館設立準備室に勤務、ニューヨーク近代美術館への派遣を経て独立、フリーのキュレーター、カルチャーライターとして活躍。2006年、花風を待ちわびてで日本ラブストーリー大賞を受賞し作家デビュー。その後も数々の賞を受賞。今月10日には20名の著名な芸術家たちの創作の秘密を解き明かすアート小説集20コンタクツ消えない星々との短い接触をお出しになられました。さらに来月9月1日から8日間、京都清水寺で原田さんが総合ディレクターを務めるコンタクトつなぐ結ぶ日本と世界のアート展が開催されます。ということですね。はい、キュレーターって何ですか。はキュレーターというのはですね、まあ、一般的には美術館とか博物館の学芸員というふうに言われてるんですけども、まあ、いろいろその総合的にアートの展覧会をプロデュースしたり、ほうほう、あるいはその現場でディレクションをしたりとかということで、まあ、展覧会を作る人というふうに、まあ、簡単に言うと一言で言うとそういう感じ。原田さんは本業は小説家ですかキュレーターですか。現在は小説家です。ただ13年ほど前まではキュレーターという仕事をしておりました。はい、ですから、まあ、美術の仕事の方が、まあ、プロフェッショナルとしては長かったんですね。なるほど。じゃあ、今回の清水寺の展覧会に関してはキュレーター役ということですか。はい、キュレーションもしてますし、実は神戸あのゆかりのあるコーキュレーターって、まあ、一緒にキュレーションをやる方なんですけども、はい、林澄さんという、まあ、素晴らしいプロフェッショナルのキュレーターの方にも参加いただきまして、二人で一緒に作らせていただいてます。ちなみに原田マハさんって本名じゃないですよね。そうなんです、本名じゃないんですけども。あ、違うんですか。これは時々聞かれるんですけども、ゴヤというスペインの画家が描いた裸のマハと着衣のマハという有名な作品なんです。プラド美術館にあるやつですか。そうです。僕ね、美術全然わかんないんですよ。いやいやいや、もう全くわかんないんですけど、プラドは行きました。でプラドはね、裸のマハと着衣のマハは並べて置いてありますよね、確かに、ね、どっちの方を特にご覧になりましたか。そんなもん裸のマハに決まってるじゃないですか。どうもゴヤがですね、着衣のマハ描いてる時になんか旦那かなんかやってきて、これまずいっちゅんで、要するに裸のやつと裸じゃないやつと同じ構図で2枚大きな、もうかなりでっかいですけどね、あるんですけども、だから見られちゃいけないところを描いてる時、誰か来そうな時には着衣で描いてたんでしょ。あれ、あ、よくご存知ですね。ちょっと若干変わってますけど、大体そうな感じです。大体そうなんですか。いやいや、それ話すと長くなっちゃうんですけど。あ、そうですか。まあでも、なんて言うでしょう、そのあるゴヤがある将軍の方に頼まれて、奥さんに見られる時には着衣の方で、一人になった時はそのヌードの方をっていうことで2枚2バージョン作ってもらったっていう。いや、これもほとんど同じですけど、プラド美術館っていうスペインのマドリードにある、はい、まあ世界三大美術館のうちの一つですけどね、うん、
この美術館すごいですよね。素晴らしい。ベラスケスっていうまあ、スペインの宮廷の画家の最高作品がある美術館ですけどね、はい、ご存知です。なんか辛坊さんすごい、ちょっとつついたら何でも出てきそう。いや、そんなことないです。私はそこのベラスケス見にベラスケス見にプラド行って、でやっぱゴヤすごいわっていう。だから巨人っていうのがあって、これはゴヤが描いたかどうか分かんないとかね、なんかそういうのありますよね、はい、結構ね。ありますよ、ご存知です、ね、はい、あの私はちなみに着衣の方からマハという名前いただきました。そうですか。基本的には着衣でございます。いや、そのね、裸のマハは、ね、実に豊満なんですよ。はい、何の話やそれ。何の話やって、はい。何ですか。なんでプラじゃなくて、うん、なんでゴヤなんですか。マハという名前自体がそのスペイン語でなんかちょっとその都会的な陽気な女の子みたいな。はい、あの、まあ、ヤーなんです。ジェイなんです。そうですね。アルファベットで。だから日本語で、まあ、当ててみた、例えばあの陽気のようのヨーコちゃんみたいな感じの名前らしいですね。なるほどなるほど。スペインにおいては。なるほどなるほど。で、まあ、私はピカソとかのスペインの画家すごく好きなのでっていうこともありましたし、本当のことを言うと、マハってカタカナで書くとサインするときも簡単でいいかなって思ったりしました。ずるいことを考えたり。いや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 、カタカナだとか、はい、ということで、で、まあ、新卒でっていうか出発点は美術の展覧会に関わるお仕事。そうですね、もともとは関西学院大学にいるときには、日本文学を専攻してたんですけども、はい、小説家になろうっていうのはあんまり思わなくて、アートが子供の頃が好きな少女だったので、そのアートをいろいろ極めていくうちに、それも神戸での出会いがあったんですけど、神戸でアート関係を扱ってるお店にちょっとアルバイトしたりとかっていうことがあったりして、それで現代アートですか、モダンアートに興味を持って、でそこからアートの世界で仕事をしたいなっていうことで、まあ、20代30代はアートの仕事をずっとしていたという。にゃー、なるほど。まあ、お二人も聞きたいこといっぱいあるでしょうから、どうぞ。経歴がすごいですよね。森美術館にも携わって、ね、そうですね、まあ、アートのコンサルティングをやったりした後に、森美術館、六本木ヒルズにあります森美術館の準備室ということで、オープンの前に、まあ、そのミュージアム の展示のプランとかを考えたりする段階で、まあ、そこに勤務していまして、うん、でその間に森美術館から派遣される形でニューヨーク近代美術館に一等奇跡を置いてまして、うん、いつ頃ですか。それ2000年ですね。911の前の年です。志望さん近いですか、行った時。いや、私がいたのは98、7年から8年です、ね、でも大体同じ時間近代美術館、近代美術館、はい、ニューヨーク近代モマです、モマ。モマね、はい、モマといえばあれですよ、スペインで言うと、ピカソのゲルニカってやつが昔 あそこにあったことがありますよね。そうです、はい、ゲルニカはピカソはだからあそこの独裁政権のある間はスペインに戻さないでくれって言って遺言で、うん、で、近代美術館ニューヨークにずっと飾られてたんだけど、で、まあ、独裁政権が終わったんで今スペインに戻されてましたよね、はい、今レイナソフィエという。私見に行った時には確かね1997年8年にはもうなかったと思いますけど、最初に行ったのが僕は79年か80年ぐらいにニューヨークの近代美術館行った時には、うん、まだ近代美術館にありましたよ。すごくよく覚えてらっしゃいますね。スペインに返還されたのは1981年です。あ、そうですか。だから返還される直前に、うん、直前に私ニューヨークでゲルニカ見てんです。あ、素晴らしい。いや、私ね、実はそのことを小説に書いたんですよ。暗幕のゲルニカという小説に書きまして、まさにモマとそれからスペイン のマドリッドが舞台になって書いた小説なんですけど、それもピカソとゲルニカをめぐるいろいろなこうポリティカルの問題とかも結構出てくる小説なんですけども、まあ、そんなアートに関連した小説ばかりを作家になってからは書いております。はい、いうことでね、はい、すっごいファンが多いんですよ。だから今日はね、なんかこれ後で紹介してもらうやつもう先出ししちゃいますけど、はい、最新刊サイン入りでくれるって話で、はい、いただけるという話で、はい、本当ですか。こちらの番組特別バージョンのサインを作らせていただきます、はい、すごい、ありがとうございます。ということは今お聞きの皆さんはこれどうやって応募するの。はい、プレゼントなんですが、ご応募はキス FM 神戸辛坊治郎サンデーキスのリクエスト&メッセージから応募フォームを選択して、キス FM 神戸のホームページから入れるってことですか。はい、そうです、はい、キス FM 神戸の辛坊治郎サンデーキスのリクエスト&メッセージから応募フォームを選択してご応募してください。最新刊っていうのと今回の展覧会は関係あるんですよね。はい、もちろん関係ありまして、はい、今回の展覧会はですね、先ほども言っていただいた通り実は世界遺産清水寺を会場としまして、
あの清水の舞台じゃなくて舞台は清水っていうなんか本当に一度やってみたかったんですけども、まあ、そもそもですねその展覧会の企画をするというのは作家に転身してから初めてのことなんですけども、この9月1日から7日までの1週間あの ICOM というあの、国際博物館会議という世界最大の博物館 の, そ の, あのコミッティがあるんですね。でその世界最大 の, あの博物館コミッティのサミットのようなものがありまして、はいはい、世界中から3000人を超える専門家のミュージアムの専門家の方々が京都に集結することになりました。でこれ3年に一度開催されるんですけど日本では初めて開催されることになりまして、はい、で実はあの私そのアイコムのメンバーなんです。それであのこのアイコム何やってるかと言いますと、まあ、その専門家の方々が集まってあのミュージアム の, あの現状と未来について語り合いながら、まあ、いろいろなあのあのイシューを、あの、まあ、共有しつつ発信していくっていう、まあ、そういうあの総合的な会議なんですけども、あの私もあの参加させていただいて、あの何を発言するわけではないんですけども、まあ、ただその文化財を守り伝えていくということにあの、まあ、共感してあの参加させていただいてるんですけども、まあ、この、 あの世界から3000人以上の専門家の方が京都に集結するっていうのはもうこの先多分私が生きてる間にもうないだろうなと思いまして、すごいビッグイベントなんですね。すごいビッグイベントで、でもところがあの結構日本の方々ご存じないんですよね。それであの、まあ、素晴らしいあのイベントですし、まあ、そのミュージアムの専門家の方々がせっかく京都に集まるので、はい、何かその同じね時代と時間と空間をこの共有するその企画を作りたいなと思いまして、それであのまああの京都にもたくさんミュージアムありますけれども、はい、まあ、それとは全然別にそのサテライトの企画として、あの清水寺っていうのは、まあ、お寺っていうのはもうそもそもその京都にとってはあのミュージアムの先駆けのような原点のような形、まあ、そうでしょうね。昔から例えばその物資とか絵師をそのサポートして、その作品をこうあの一般の人たちに見せてきたっていう役割もになってきたので、このミュージアムの原型であるそのお寺で、あの、まあ、スペシャルなこうおもてなしの、あの展覧会をしたいなというふうに考えついたというのがきっかけでした。それで9月のいつからいつまででしたっけ、1日から8日までなんですが、これはそのアイコムの会議に合わせてあの7日間プラス1日で8日間、もう本当に8日間限定っていうのもありえないことをやってしまおうと。8日間だけじゃ普通あの作品集めてきても採算取れないでしょ。あ、全くその通りですね。ですよね。はい、もう痛いところついてらっしゃいますけど、その通りでございます。まあ、でもあの皆さんのご協力と本当ご賛同を得てあのさせていただくっていう形で、清水寺にどんなものが展示されるんですか。まあこれがあの結構見どころがあの、はい、まあ、例えばね、どこそこ美術館のコレクション展とか、はい、ピカソ展とかっていうのは全く異なりまして、まあ、今回はですね、そうコンタクトっていうテーマのもとに、さまざまなジャンルからあの、世界中でこう影響を与え、また世界のアートから影響を与えられてきたそのアーティストクリエイターの作品資料というものを展示しようと思っていまして、ですから例えばその美術品 の, あのペインティングが1点飾ったりとかそういうことではなくて、もちろんそのペインティングも含まれているんですけども、例えばそのあの漫画の原画、手塚治虫さんの原画ですとか、あるいはその現代アーティストの森村康正さんのゴッホに扮したその動画ですとか、あるいはその宮沢賢治 の, あの雨にも負けず風にも負けずが書かれた雨にも負けず手帳っていう、まあ、研究者の間で有名な手帳なんですけど、まあ、この手帳の原本ですとか、あの雨にも負けずは確か宮沢賢治が亡くなった後に見つかったもんですよね。そうなんです、亡くなる2年前にあの、まあ、彼のなんていうんですか、その生きるマニフェストのようなもので、だからね、読み方がいまだにね解釈が分かれてるところがあって、さすが僕らしいですね。いや、あの、寒さの夏はオロオロ歩きとか、日照りの時はっていうんだけど、これは日照りと読むのか、あるいは日取りと読むのか、つまりあの日照りであのもう水がなくて植物が枯れてっていう話なのか、それとも日取りっていう、要するに日雇いに行ってお給料をもらう、こっちが大変なのか、これは日照りと読むべきか日取りと読むべきか、これ今でも分かんないですよね。文脈でも分かんないんですか。それは文脈でもちょっと分からないです。文脈でもどっちもあり得るんですよ。本人に確認できないですよね。だけど本人確認できないし、死んじゃった後に見つかったもんだから。だけどそのそれ書かれたものが展示されるってことですか。そうなんです。だから本当にあの日本人の心の国宝みたいなものだと思うんですけど、あの例えばね、東日本大震災の時も、はい、あの詩は本当にあの多くの方々を励ましましたし、あの海外でも翻訳されて多くの方々に読まれているっていう詩なので、もうこの大切なあの宮沢賢治さん、いや、よくそんなものしかし、はい、あの手に入りましたね。いやいや、あの、まあ、それもですね、その、まあ、現代アーティストの森村康正さんといろいろコンタクトしている中で、
で、ええ、自分の作品を展示してもらうんだったら宮沢賢治のこの雨に負けずの手帳がきっとあのコンタクトポイントとしてはぴったりだろうということで、あのそれぞれの作品がですね、一見するとその関わり合いがないように見えて実は深いところでコンタクトしているって作品を集めてきてるんですね、はい、ですからあの例えばその手塚治虫さん の, あの作品の中からブッダっていう仏の生涯を描いた、うん、あの作品の原画と、それから少女漫画の最高峰というふうに私は目しているんですけども、竹宮恵子さんの風時の歌という、まあ、少年愛の物語 の,、うん、あの一部なんですが、まあ、これがもうすごく深いところでその精神性っていう意味でつながってるっていうふうにその私は目して、これを両方展示するって、まあ、ちょっと今までの展示の中で多分ありえなかったような展示の仕方をしてるんですね。それであのもう一つ申し上げますと、あの会場の中には解説だとか、うん、そのあの作品の横についてはキャプションですね、説明書きのようなもの一切ないんです、ですからそれなぜかというと、これはあの皆さんが心の目で見ていただきたい、で自分自身であの来場者の方々がご自身でコンタクトしていただくことによって、うん、その展覧会の一部になっていただきたいんです、来た方が、でその展覧会に来た方がその参加して心でコンタクトしていただくことによってこの展覧会完成するというふうに、初心者でも大丈夫ですか？もちろんです、あの全然関係ない、その知識だとか分からないだとか、あのあまり何も知らないとかちょっと敷居が高いとかそういうこと一切ありませんので、あのもちろん手元資料をお配りしますので、あのどの 作品がどの あの作家のものかと知りたい方は手元資料で見ていただけるんですけど、おすすめはあのこの展覧会のために私が書き下ろした小説20コンタクス消えない星々との短い接触を読んでいただいた上で、あ、まあ、来ていただいて何も見ないで見ていただくというのがあの多分一番面白い見方、いやそのおすすめ通りやらせていただきます、 ありがとうございます、めちゃくちゃ楽しい、これだけどね、はい、小説後から読んで、まあ、見に行って小説読んでもう一遍見に行くのがいいんじゃないかと思いますよ、ベストですねそれが、ね、はい、でももちろん4日間でしょ、4日間なんですよ、短い接触なんです、本当ですね、この20コンタクスっていうのはまあこれ小説ですか？はい、あのこれはですね、まあ、先にこの展覧会の企画ありきだったんですけど、私もクリエイターとして参加したいと思いまして、私のできることって、ね、やっぱり小説を書くこと、だからそのこの展覧会に登場するそのアーティストたちへのこう捧げる気持ちであの小説を思いついたんですけども、この、展覧会の中にあの登場するアーティストが一部あの入ってるんですけど、まあ、20人のそのアーティストクリエイターに私がインタビューをするっていう、まあ、そういう小説なんですね。ゴッホだとかね、はい、宮沢賢治だとか手塚治虫だとか、はい、あの会いに行くんですよ、私が。で会いに行ってあの短い質問を2つするんです、はい、2つまでしかしていけない。でその質問がね、あそれ聞くっていう質問にあのそれぞれ の, あの人たちが蘇って答えてくれるの。へー、面白い。それは原田さんの解釈、私は完全な妄想で書いてます。すごく気になる。そう、ね、好きなアーティストばっかりなので、あの例えば手土産を一つ持っていくとかってこう決まり事があって、はい、それであの手土産を持って、まあ、そのアーティストのある時代のある場所に勝手に会いに行っちゃ う, そ う, そう。黒沢明にはね、あの伊賀上野行って牛肉持ってくるんだ。そうなんですよ、そのチョイスもね、はい、そうなんです。あのでもそれぞれのクリエイターやですが、うん、これを持ってたら喜んでくれるかなとか、うん、でこのもし本当に会えたんだったらこのことを聞いてみたかったっていうことやっぱずっと心の中にあって、うん、でそれはあのもちろん亡くなった方々に会いに行くっていう設定なので、あのもちろん現実にはかなわないんだけれども、うん、もうだからこそこうあの小説フィクションファンタジーの中であのお話ができればなっていうふうに思って、まあ、このインタビュー集のような小説集を書きました。ですからあのこの小説集を読んでいただくと、その展覧会を見た時に、あこれはあの原田マハがコンタクトしたあの人のこういう作品なんだっていうのを見ていただけるんじゃないかなっていうふうに思いますし、あのまたその手元資料としてお配りする中にはその小説集の中から一編あの私が小説をプレゼントしてますので、これ皆さん無料であの読みいただけるというふうになっています。先ほどあのご案内した5冊プレゼントしてくださるっていう本はまさにその本ですから、はい、その本にこの番組だけのオリジナルのサインを入れていただけるということなんで、はい、俺もとにかくね 今必死になってあの応募しようかなと思って、はい、ありがとうございます。ぜひあのコンタクトをするためにあの清水寺へいらしていただきたいと思います。はい、え原田さんは普段からそういう見方をしてるんですか？絵画を見た時に。はい、もう完全にコンタクトしてますね。絵を見るだけじゃなくて、その描かれた人と会話をするんです。そうです。なんかね、絵をインターフェースにして、その向こう側にいるアーティストやクリエイターとこうコンタクトしてますね。
なんかこんなことがあってさって相談することもあります。へだからなんかこう一つ一つ の, あの作品の前でこう結構滞留時間長かったり、あの目的にして、まあ、この絵に会いに行くっていうことで、なんか見に行くってあんまり言わないです。会いに行くって言いますね、よく。そういう鑑賞の仕方があるんですね、はい、あの皆さんもぜひやっていただきたいと思います。やってみよう、はい、コンタクトしてください、ぜひ、はいはい、ということで原田さんの最新刊20コンタクツ消えない星々と短い接触サイン本をラジオお聞きの皆様の中から抽選で5名様にプレゼントです。ご応募はキス FM 神戸辛坊治郎サンデーキスのリクエスト&メッセージからプレを応募フォームを選択してご応募ください。発表は発送をもって返させていただきます。締め切りは8月31日までです。原田もはさんありがとうございました。そしてもう一遍清水寺の展覧会の、はい、告知をお願いします。はい、来月9月1日から8日間京都清水寺で原田さんが総合ディレクターを務めるコンタクトつなぐ結ぶ日本と世界のアート展が開催されます。なんかイベントに合わせてトークショーみたいなものもあるらしいですね。はい、あの4回のトークショーが ありまして、うん、竹中直人さん、俳優の竹中直人ですね、それからの映画監督の山田洋次さん、それから話し家の桂南光さん、なんか個性的なそれからあのビジネスパーソン の見立て直義さんという、まあ、あの全然こう違うジャンルのね、あのアートの世界であの本当にこうコンタクトなさってらっしゃる方々とあのお話もさせていただきますので、これもあのウェブサイトの方からあのご予約いただきますので、ぜひあの皆さんお越しいただきたいと思います。今日はありがとうございました。はい、じゃあお待ちしてます。皆さんもぜひ、はい、聞かせてください。はい、キーワードはコンタクトでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということでやっぱり1時間だとあっという間ですね。早かったですね、はい、今日。そうなんですよ、やっぱり2時間はいつも聞いてらっしゃる方はよく我慢してらっしゃった我慢、いやそんなことないでしょ。今日はね、1時間の濃縮バージョンで、まあ、あの2時間だったら多分ね、前半1時間は例のジーソミア問題で喋り倒してると思いますけど、そうですね、まあ、今日はね、あの特別ゲストにお越しいただきましたんで、はいはい、東京から来ていただいて、ね、あれだけコアラファン持ってる原田マカさんだよ、うん、はい、いうことで本当にありがとうございました。ぜひね、はい、清水寺の我々も行きましょう、はいね、はい、絶対行きます、読んで、そうですね、行くんですね、20コンタクト、はい、はい、いうことにしたいと思いますが、てなこと言ってるうちに、はい、今日もお別れでございます、はい、あ、今日はなんかすごいちゃんとしたお別れの挨拶ができそうな気がするぞどうぞということで、今日は1時間濃縮バージョンでした。はい、さよなら。さよなら。やっぱりグダグダだ。ここになるってすごい、ちゃんとなってる。素晴らしい。